どうもよろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日も FIFA20 監督キャリアやっていきたいと思いますが、まずは通知から見ていきますか。うん、よし。以上から、最近とても調子がいいんで迎えに回りたくないですということで、以上。じゃあちょっと今回はスタメンに回しますか。せっかくなんで、まあ、かなり厳しい日程で次、まあ、バルセロナ戦も来てるんで、バルセロナに、まあ、アデミューソン使うためにも、ここは、一回、ファミジョ使っておきますか。うん。まあ、スタミナがほんと厳しいんでね、みんな。そう、全体的にちょっとメンバー変えていこうか、今回は。うん。ということでね、じゃあ、この、編成で、今回は、まず、一試合やって、まあ、一試合ね、軽くカットして、その後、バルセロナとやっていきたいと思います。あいにくの雨の中、試合開始の時間が刻一刻と迫っています。実況は私、さあやっていきましょう。リーグ戦、まあ、ちょっとメンバー戻したとはゆえ、リーグ戦は正直もう負けてない戦いになってきてるんで、後半に入って3位とチャンピオンズリーグ出場権を取れてないんで、今ちょっとまずい。普通に最低でも2位ってか、普通にできるだけ優勝しなきゃいけないレベルなんで、まあ、ちょっと頑張りたいと思います。うん、よし。シーズン後半戦、いやーやばい、このチームは注目ですね。ここはうまくいきません。待って、ドンは怪我してない？大丈夫？ドンは倒れたけど、ちょっと待って、ドンは怪我してんのは本当にやばいよ。ドンの怪我は本当にやばい。ちょ、終わり、いや、しかも手入れられたんだけど。待って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 、ファンでしょ、さっきのドアのやつ。え、やばすぎる、ちょっと待って。いや、やばすぎだって、それは本当に。うっそー、これはやってる。これはやってますよ、さすがに。だってドアンの怪我が大きい怪我だったら、これもう詰むんだけど、うち。待って待って待って、なんで？なんでこの大事な試合の前に怪我するの？いやー、大きい怪我でないことを祈るけど、あの接触の仕方はさすがに怪我してるんだよな。さすがに、ちょっと足くじいたとかじゃないくらいの怪我をしてそうな倒れ方をした。やばいなー、それは。いや、だって俺、ファールでしょ、その、あの接触で怪我したらもう。いや、怪我したからファールってわけじゃないんだけど、怪我する接触だったから、あれはファールです。いやー、さすがに。相手ボールになります。怪我本当にやばい。さあ、ここで、しっかりとザイツ。ザイツが決めていく。よしよしよし、ナイス。まずは引き分けに持っていくけど、とりあえず堂安だよな。実力白昼ですね。堂安、マジで怪我しないでね。怪我はしてんだけど。よく思い切りじゃなくてやってほしい。残り時間で勝ち越しも見えてきました。ボールを前に運びます。ここからどうするのか。どうだ、久保。シュートは入るか。ナイス。いや、よく入れてくれました、ナイス。うん、これで前半のうちに取り返しましたね、逆転。うん、ナイス、久保。掛け伏せがいい時間に取りました。竹下がやってくれました。素晴らしいゴールです。いやー、竹、ナイス。さあ、もう時間切れが近い。いいよ。あとアディショナルタイムだけ、しっかり守ろう。しっかり守ろうって言った時にめっちゃ攻められてるけど、ここ守れば勝てる。これが最後の、やばい、やばい、クロスは上がるな、これ。このクロスを止める。ナイスキーパー。オッケー、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 オッケー。やばい、それ。危なー、ナイス。試合終了となりました。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。勝ちました。チームが今日の試合を勝利で飾りました。いやー、とりあえずどうなんだよ、どうなん、どうなん、どうなってるか。仕掛けてくるのか。いやー、よかった。どうなんの怪我はとりあえず問題ないみたいですね。どうなんは普通に次の試合出れるみたい。だけど、単純に、みんなのスタミナが厳しい。うん。いやー、バルセロナ相手にスタミナ厳しい状態で挑むなんて、辛いなぁ、かなり。うん。さあ、ということで、バルセロナ戦前の、記者会見です。さあ、ロなんたらは、あららららららら、
いい感じですね。いい感じです。はい。非常に難しい試合になります。次のラウンドに進めると思いますか？いや、もちろん全力を尽くします。厳しいのはわかるけどね。バルサだし。うん。次のバルセロナ戦での目標を教えてください。勝利でしょうか？それとも引き分けでしょうか？勝たなくてはいけないに決まってるでしょう。うん。もちろん、目標は勝利することです。うん。はい、バイバーイ。スペイン北東部カタルーニャ州のバルセロナはキックオフの時間が迫ってきました。実況は私西岡昭彦、チャンピオンズリーグノックアウトステージ対戦する相手はバルセロナです。うん、いやーアウェーですけどしっかりと勝ちに行きましょう。選手たちもファーストレグでしっかり勝ち点3を確保する自信に溢れています。いやーここ勝たないとね、でも上がれないから、目標はチャンピオンズリーグ優勝だから、ここで、うん、負けるわけにはいかない。ナイスアディア。いいね。いやーっと、まずいよ。取られたらまずい、取られたらまずい。オッケーオッケー。オッケーオッケー。とりあえず、戻そう。いや、プレッシャーすごすぎない？プレッシャーがすごすぎる。よし。ロビー前に出せ。オッケー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 。さあ、ここで前に出す。いいね。いいよ。からの、アデ。横に渡したい。ダメだ。渡せなかったけど、いけるいける。この試合は、ルファチャンピオンズリーグ、ラウンド16のファーストレグ。現在は前半です。いやー、アウトラウンドに入って、オッケー、ナイスとは、さらに厳しい戦いですね。ローランがよく取りました。守備への切り替えが早い。さあ、コードクリーン、しっかりとロディに渡して、ロディから、アーディミューソン。アルマだから、ちょっと待って、これきつい、きつい、きつい、きつい。いやー、ナイス、オッケー、リング。いいよ、サイド出す。いやー、アラクシュが走って、クロス。安い、高っ。いや、ジャンプ力高っって感じ。今のは厳しいね。せっかく、ジャンプだったような気がしたけど。全然。クロス上げ、簡単なクロス上げても点にならないな、これはって感じでしたね、今。うん。ちょっと、さすがに強い。アレックス・テレス。うん。さあ。ケシエ。どうだ？で果敢に攻め込みます。にゃーっと。危ない危ない。オッケーオッケーオッケー。相手が寄せてきます。いやー取られた。嘘でしょ？相手陣内でのプレス。そこで取られるの厳しいよ。折り返せるか。にゃーっと。待って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 。まずい。これは、よし、ナイスナイスナイス。ちょっとこれ、あー。どっちのボール？うちのボール？オッケー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 。うん。さあ、一回戻して、もう一度ロビーに繋ぐ。よし。アレクサンデル・リング。やばい、プレッシャーがきつすぎる。オッケー、いいよ、これは、これは久保。久保、フルス相手に、いいところを見せられるか。オッケー、いいよ。あれ、なあ、惜しい。いや、ケア指定限が強すぎる。いやー、これ、いいシュートだと思ったんだけどな。うん。いやー、さすがの手足提言。さすがに強い。さあ、これは、これは、うん。おっと？何があった今。ファールがあったみたいですが、うちのチームか。何したの？何もした記憶がない。よし。まあ、PK ではなかったですね、とりあえず。こっちもファールでしたね、普通に。よし。さあ、久保、いいよ、久保。さあ、久保がフルス、バルセロナに、俊足を見せつけていく。ただ、これは、クロスは合わない。ダメだ。これは、ファン、ナイス？オッケー、ボドフリーが、しっかりと止めて、久保、中に入れる。アルミューソンから、ドアン。ドアンが、切り返して、シュート！キーパーよ、ほんとに。有能すぎるでしょう。ずるい。うん。でも、今のところかなりいい勝負できてる。バルサ相手にも戦えてる。よし。うん。さあ、ラクシュ、走る。走る、走る、走る。走って、入れて、シュート！ナイス！あ、惜しい！
いやー、でもいいシュートってんだけどな、本当に。入っていてもおかしくないですよね。育ててくれたバルセロナに。いやー、いい戦いを見せてるんだけど。いや、不定言が強すぎる。どうやってあのゴールを割ればいいのって感じになってる。強いね、このクリア。うん。よし。さあ。アレクサンデル・リング。さあ、さあ、さあ。よし、ロディから。一度戻して、入れていく。アデミンソン。そして、どうなん？ダメだ。繋がらない。うん。ここはカウンターアタックを狙うか。マルティネス。ウスマン・デンベレ。仕掛けてくるのか。オッケー、ナイス。いやー、庄司が止めたけど、止めれてない。やっぱ危なすぎるでしょ、そのシュート。クロスバーに弾かれました。やばい、やばい、やばい、やばい。えぐいシュートだね。うん。なんかもう、すごいって感じ。よし。オッケー、オッケー。まあ、ラクシュからのパスをドア受ける。よし。アレクサンデル・リング。さあ、リング。ティアゴ・アルマダ。アルマダからの。いやー、これ、アデミンソン。ワンチャンありそうだけどごめん、なかった。狙える位置です。ドア、ドア、ドア、ここでフリーにしてくれるならワンチャンある。打てる。キーパーのダイビングセーブ。惜しい。いや、ほんとにだから、東低限がチートなんだって。東低限何本止めんの、こっちのスーパーシュート。よく止めましたね。いや、これ入ってもいいでしょう。まあ、コース甘いけど。意表をつくシュートでしたが、強い。落ち着いてセーブしましたね。あ、これはエリアの外か。エリアの外から、あ、渡せる。渡せそう。うん、でも前には行けてない。え、ゴドフリーが？ゴドフリーが？渡して。さあ、どうする？ボールは相手に渡ります。ダメージのピンチになるか。え、大丈夫だね。うん。あ、この世界では結構時が流れてるから、普通に遺跡もあって、バルサの選手だけじゃなくて、本当にトップクラスの選手がいっぱい集まってるって感じですけど。うん。マルティネス。いやー、しっかりと、この攻撃を止めていきたい。まずいか？大丈夫だ。オッケーオッケー、前半終了。前半はなんとか耐えたし、どっちかというとむしろ攻めたんじゃないかな、結構うちが。どうも今一つですね。頑張りましたね。よし。準々決勝進出をかけた、後半始まってチャンピオンズリーグラウンド16ファーストレベルどうなるかというところですね。後半開始の笛が鳴りました。どちらのクラブもさらにギアを上げてくるはずです。とにかく点を取りたいね。いやーと、やばい。ナイス、よく取り返して繋いでいく。チャンスにできるか。久保、久保、ドリブルでボールを前、ただこれは厳しい。一度後ろに下げよう。確認したい。さあ、ラクシュ、中に入れる。ここからどうするのか。さあ、ダメだ、これやばそう。あー、オッケーオッケーオッケー。ペネルバフシェがそのまま続けます。うん。流します。さあ、さあ、いいよ。いいよ、ドア。ドア、はい、いやー、惜しい。鮮やかに止めました。いやー、ペナルティエリアはね、正直入らせてくれないんだよね。さっきからやっぱ守備がでも硬くて。ただこういう、ここはキーパーが止めましたね。いつものドアのミドルでなんとか行こうとしてるんだけど。なかなか、点にならないですね、さすがに。いい位置でしたが、ポゼッションが変わります。さあ、これまだ大丈夫。見事なインターセプト。オッケーオッケー。さあ、渡してるか。いやー、ダメだね。まずいですね。ライン。これはしっかり止めて。なーにゃ。オッケー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 か？オッケーか？本当にそれはオッケーか？どちらが取るでしょうか。やばい。入れば1点リード。やばい。入りました。ここで均衡が崩れます。やばいだ。この瞬間を待ち望んでいたんではないでしょうか。これはちょっとダメだったけど、まあなんか仕方ないって感じ。静かにチャンスを伺っていましたね。いやー、やられた。せず冷静に決めました。でも頑張ろう、ちょっと引き分けに追いつきたい。違いを見せつけています。引き分けに持っていきたい、この試合。うん。チャンスを作っています。よし。いや、前に運ばせてくれないんだよね、もうそろそろ。アレクサンデル・リング。どうやればいいの、これ。よし。いや、ドア。え、いいよ、久保。ここから、ドア。ここからどうするのか。いけ！
やったいつ決めてもナイス同伴これずっと狙ってたシュート入りましたね同伴率リードを奪われるもすぐに取り返しましたオッケーオッケーオッケーなんとか追いついたしかもアウェーゴール1しっかりとつけましたうん違うアングルから見てみましょう完璧なシュートですねオッケーオッケーオッケーナイスさあ同伴いいよあれ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 頼むああ惜しいいやー悲しやったな最後いやでもこれまだコーナーあるからねこのコーナーで厳しいけど頼むどうだワンチャンあるかワンチャンあるのかこれはアルミンソンクロスを上げる入れるかああ惜しいこれはダメですねいやー90分しっかり戦って1対1いや、バルセロナと1対1、悪くないんじゃないですか？とりあえず、まずは。セカンドレグに繋いだ。アウェイゴールも取ってるから、セカンドレグ0対0でも勝ち。クロスのチャンス。はい、ということで。いやー、まあ、まずな試合だったんじゃないですか。いや、シュテーゲンさすがに強かった、本当に。いやー、なんかバグみたいな写真になってるけど、この中途半端なところのスクリーンショットのせいで。いや、ネイマールすごい怪我してる。ネイマール3ヶ月の離脱だってかわいそう。いやー、ということで、そんなわけで、チャンピオンズリング、ノックアウトステージ、まず初戦は引き分けということで、いや、悪くはないですね。頑張ってると思います。リーグもしっかりと順位上げていきたいのと、まあ、しっかりとチャンピオンズリーグ、セカンドリーグ、頑張っていきましょう。それでは今回こんな感じでおしまいにしていこうと思います。お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。